はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここミチャンネルの生が今日は、第3次世界おやつ大会、北朝鮮をお送りいたします。よろしくお願いいたします。こんにちは、キム・ジョーンです。あ、い昨日間違えちゃった。<laughs> あのですね、もう北朝鮮が暴れそうです。もう、あの、寸前、もう暴走爆発、寸前ですよ。 そこでですね、あの、ゼレンちゃん行くじゃないですか。ゼレンちゃん。ね。あの、ね、ドンパチやってるゼレンちゃんですよ。このゼレンちゃんがですね、まあ、あの、口しやが一年ちょっと前にやってきましてね、ゼレンちゃんのところに、バキバキ、ボンボンボンって。まあ、どっちが悪いってのも、本当とわかんないですよ。ね。あの、日本人は洗脳されてるので、口シやが一方的に悪いって言ってるけど、まあ、そんなこともないんですよね。両者の言うことを聞くと、 まあ喧嘩してんだから両方悪いんですよ。本当に。まあ平和が一番なんですけどもね。まあそんな中でゼレンちゃんが、まあのたまわってるわけですよね。いやいやいや、冗談じゃない人。口シアがやってドカンドカンって最初にやってきたときに、北チョンチョンが協力してることが分かったんだっていうことを発表したんですよ。まあ北チョンチョンは協力するぐらいやるでしょ、きっと。北チョンチョンはあっちこっち介入してますからね、実はね。分かんないように裏で介入してるんですよ。すごい国なんですよ。 北チョンチョン実はね、恐ろしい国なんですよ。だけどまあ、恐ろしいって言ってもね、なんか理由がないとやんない。でまあ、この話をすると、いや、北チョンチョン昔はさ、でも日本に来て、なんかね、あのー、まあ、勝手に人を連れてってとんでもねえ国だって、それを忘れたのかって言われましたよ。いろんな人に。北チョンチョンがね、あの、良くなってる、文化的にまあまあ良くなってる。何言ってんのは日本にそんなひでえことして、うん、そうなんだけど、 あの、まあ、それはわかりますし、大変なことですよね。大変なことだと思いますよ。あの、関係者の方は、ま、心を痛めて、とんでもないことですよ。ね。うん。だけど、あの、そういうことをあっちこっちこう言い続けると、じゃあ、日本がね、1943年、4年に、ね、アジア、ね、中華反転で、あの、何にもしてないってことなんですよ。したんですよ。うん。じゃあ、それはどうするってことになっちゃうんですよね。 だからもう意見のぶつかり合い、言い合い、自分の知ってることが全部正しいみたいなことばっかり相手にぶつけると、あの、揉めるだけでね、何もいいことは生まれないし、建設的な形になっていかないんですよ、未来が。過去ああだっただ、こうだったとこれはね、あの、男と女の男女の恋愛に似てます。一回喧嘩になってね、もうつまんないことで揉め始めるとね、 あの、つまんない、あのカップルは、人間的にまだ未熟なカップルはね、相手のことを責め始めるんですよ。例えば、女の人が、ね、あの、お付き合いしていた人が、あなただけよって言ってて、それを、まあ、信じる方も信じる方だけど、そうやって信じて、じゃあ結婚しようって言って結婚してからね、実はお付き合いしていた人が70人いたと。分かったとしても、言いますよ。それぐらい本当にいるんですよ。70人いたと。 いくらなんで、もうすぎるだろう。25歳までになんで70人にもつか、付き合ったんだ。おかしいだろうって怒り始めるわけです。もう離婚だとか言って。でも、それっておかしくないですか過去の話ですで。70人、今現在、同時に付き合ったんだったら <laughs>、問題、いや、そういう、70人じゃないけど、そういうやついた。7人とね、お付き合いしていって、バレてね。あ、揉め事。もう、それはしょうがない、ね。それはもう、揉めるしかないね。揉めるとこまで揉めればいいんですよ。 ね。だけどまあ、70人いたとしても、過去、もうその人と出会う、1分でも前の話だったら、口出しすべきじゃない。本当に。え、でも彼女は嘘ついてたんですよ、と。いいじゃないの。いいじゃない、かわいい。嘘じゃないですか、一緒になりたいと思って嘘ついちゃったんでしょあなたと一緒になりたい。だけど70人とか言ったら嫌われるかもしれない。だから言えないの、私。ということでしょ 可愛らしいじゃないですか。いいじゃないですか。そんなの。そんなのもね。70人冗談じゃない。何なんだよ。お前、おかしいよって。もう離婚だ。器がちっちゃいね。おちょこぐらいしかないよね。<laughs> おちょこ。おっちょこちょいだよね。おちょこの器だよ。人間が。そんなの。70人。なん褒めらんないんだよね。だから。70人何なんだよ、それって。おかしいよ。人間じゃねえ。とかね。ほんと言うの。 褒めてみたらいいじゃん。70人ギネスブック級だね。ギネス級さるって褒めらいいじゃんね。なんで褒めらんないのそれで。器が小さいね。おっちょこだよ、本当に。おっちょこ。<laughs> おっちょこ。ね。まあ、だけど逆でもそうだよね。女の人が。私は3人しか付き合ったことがないの。あなたは何人結婚するときはね。いやー、僕も3人だね。嘘をつくわけです。でも、蓋を開けてみて、だんだん話を聞いたら、 70人付き合ってた男の方が、<laughs> 冗談じゃないなんなのあなた、汚らわしいとか言うんですよ。いやいやいや。3人だと汚らわしくなくて、70人だと汚らわしい。で、その汚らわしいの境目はどこなの ?69 人でもダメなんでしょ ?60 人でも多分ダメでしょ ?40 人だったらいいのダメでしょえ、10人だったらまあまあいいのなんなのその人数って。なんでそんな採点するのそこで。 器がおっちょこだよね、やっぱりね。100人だったら褒めてあげないじゃん。ギネスブック級だねってね。100点満点じゃん。<laughs> いや、本当に。なんでできないんだろう。ほに全然平気ですよ、そのだって今だから。ね。まあ、器のちっちゃい人間ばっかりでね。本当に、まあ困ったもんですよ。でもそういう器のちっちゃい人間ばっかりで国が埋まるとね、その国は、まあ日本という国は、器がちっちゃい、 おちょこの国になっちゃう。おちょこの国。おちょこだらけの国になっちゃうんですよ。だから国の器も世界から比べたらおちょこになっちゃうんですよ。おちょこに。怖いですね。なんなんだろうね。しかしね。なんだろうね。人の過去を掘り下げてね。お前はこうしてたのか。え、実はそんなことがあったのか。バカなんじゃないのそんなことどうでもいいじゃん。もう過ぎたことだし。ね。だって、あなたに迷惑をかけたんだったらそれは謝るよね。 迷惑かけてない、全然知らない、あなたの知らない世界なんですよ。知らない世界なのに、あの、話だけ聞いただけで、お前はひどいやつだとか言うんだよね。だってあなたに迷惑をかけてない、あなたの知らない世界、あなたが知らないところで存在していた過去の世界なんですよ。だから怒る権利もないしね、文句を言う権利もないし、それで感情を揺さぶられること自体が、人間の器がおちょこだって言ってるんですよ。でも日本人では多いですね。そういう方が、 いや、これイギリス行ったら違いますよ、本当に。相手のそんなの責めないんですよ。だってそんなどうでもいいことだもんね。うん、おちょこじゃないですよ、決して。本当ですよ。うん、だからイギリスっていうのは、まあ厳しいけど、人はね、そういうところではありがたいですよ。過去に何をやってよが、ね、何十人何百人だろうが、ね、男の人が男を好きだった人だろうが、女を好きだろうが、男女と付き合いを交互にしていた人だろうが、 関係ないんですよ。本当なんですよ。だけどそこまでの域に日本人は全然達してないです。でもこれを言うとね、えそんなの間違ってる倫理的におかしいとか言うんですね。まあ、それは自分の知識とか、あの自分が小さい人間、視点が小さい、ね、点で見ている、あの人生の幅も小さい、固まっている、まあ、そんなような人間の小ささ、おちょこを、それを守りたいんだよね。 自分は悪くない。自分が合ってるんだっていうふうにね。うん、まあ自分のマウントを取りたいんでしょ。自分中心でね。うん、でもね、はっきり言ったら、まあ間違ってるか合ってるかは別としてね。まあそういう人もいていいわけだけど、あの、おちょこだね。<laughs> 器が、器が小さすぎて。まあだからそれを考えるとね、日本全体がそうなっている傾向に今あると思いますよ。私見ていて。うん、だから日本が縮んじゃってるよね。ちっちゃくなってる。 でもそういう大人が多いんだから、当然そういう大人にね、学校の先生もおちょこの人ばっかりだからね。うんで、役人もおちょこ、政治家もおちょこ、何もかもおちょこちょこちょこ、ちょこちょこちょこ。そうすると、子供はもう最初からおちょこ育ちになるわけ。おちょこ。ね。子供が。うん、かわいそうだよね。だからね。え、僕、あの将来、なんか絵を描いて暮らしたいんだ。絵描きになりたいの。 でも、親がおちょこだから、慣れるわけないじゃん、本当に。ねそんな夢みたいなことを考えてないで、宿題やんなさいとかいやいや、夢を描いちゃいけないんですよ。夢を持っちゃいけないって言ってるんですよ。夢なんか持つなと、宿題が大事だって言ってるんですよ。うんこみたいな宿題ね。漢字を20個ずつ書いてこいとかいう、うんこだらけの宿題をやんなきゃいけない。の あんな一回もやったことないですよ、くだらなくて。小学生の時。<laughs> え、怒られなかったのってうん、その次の日はもう学校に行ってないから宿題も出さなくていいわけ。もう本当にね、あの、くだらなかったね。その、感情何十個書いてこいと。あんなもん何十個書いたって書かなくたって同じでしょ同じですよ。見た瞬間覚えられるもんね。だからその見た瞬間覚えらんないからみんな書いてるんでしょ 私は見た瞬間覚えられたから書かないんですよ。うん、だけどなんでみんなあんなもん書くのかなと思ってもしてるから。うん、まあ、みんな書かなければ覚えらんないっていうのは、書かないと覚えらんないと思ってるから書かないと覚えらんないんですよ、本当に。見た瞬間覚えられるんですよ、気合い入れれば。でもその技を練習しないんだよね。あの、書かないと覚えられないって言われちゃうから。書きなさいと。漢字は書かないと覚えられないのよって、先生も言うじゃない。だああ、そうなんだって、まあ、 なんか、そういうのにかかっちゃってんだね。洗脳されちゃってるんですよ。本当に。まあ、だから今の子供ちょっとかわいそうな感じはしますよね。あっちこっちで洗脳されてね。うん。で、まあ、絵描きになりたいって言ったらそんなのになれるわけないじゃない。わかんないや、そんなの。可能性はいっぱい未来あるんだもんね。そうなんですよね。ねまあ、恐ろしいです。で、まあ、北チョンチョンに関する話ですけれども、まあ、北チョンチョンがね、その口視野が、 ゼレンのところにね、ドカドカドカっとね、あの土足で踏み入った時に、あれは北チョンチョンが手引きしたんだと。うん、まあ、そうかもしれないね。まあ、その可能性はあるでしょう。で、今頃そんなこと言ってんの一年ちょっと経っているのにね、今頃一年半も経っててそんなこと言ったってね、何の意味もないでしょう。だから何だってってことになるよね。何の意味もないですよね。たとえそれが事実だろうが何だろうがね。 まあ仲良くしてるから、まあそういうことがあったでしょう。うん、だってね、前も何回もお話ししましたけど、第4次中東大会の時にね、第1次から第4次まであって、今5次じゃないかって言われてるでしょ第4次中東大会の時に北チョンチョン参戦してるんですよ。すごくないですかアジアで一国だけ。アジアで一国のみ。あの中東の大会に行きますって言って。 すごいですよね。中党を支援するためにね。ちゃんと、あの、派兵してるんですよ。400人。すごいでしょみんな知らないの。うん。まあだからあの国はね、まあ、実際動く、なんかあったら、興味があるんじゃなくてね、好きなんだね。揉め事が。本当に本当に。あの、そういう人っているじゃない揉め事好きな人。揉め事に首突っ込みたい人っているんですよ。 そういうタイプの国です。まあ、それがいいか悪いかは別としてね、あの、向こうのブリックス側としては、あのなんかいい国だし、一生懸命我々に協力してくれるなっていうことなんですよ。あの、これを言うとね、嘘だ、そんなことあるわけないって言うけど、あの、北チョンチョンは間もなくブリックスに申請して受け入れられて入りますよ、ブリックスに。本当に。あの、来年になると思うけど、まあ、いろいろあるんですよ。根回ししないとね、北チョンチョンの あのと、ちょっと仲の悪い国もブリックス側にあるから、まあ、今根回ししてるんですよね。口シやが。一生懸命口説いてるわけ。まあ、来年発表するんじゃないですかね。早くて、2月ぐらいかな。2月から4月の間には発表しますよ。だから北チョンチョンはブリックスに加盟します。間違いないです、これは。私の持ってる情報で、これはね、確実にする。うん。だから、まあ、それは驚きますよね。日本は。え北チョンチョンブリックスに入るのかっていうことですよ。 よく入れたねっていうことになるんじゃないですかでも日本の見ている北チョンチョンに対する評価と、クチシアとかイアンとかが、あの北チョンチョンに、まあ、対する評価は違います。とても評価高いです、向こうでは。本当ですよ。あの、ちゃんとした国なんですよ。だからそれを考えると、今回のゼレンの発言っていうのは日本向けです。日本向けの発言なの。やっぱり日本って北チョンチョンのことをよく、あの、思ってない人がいっぱいいるから、 だからそれを利用した発言です。うんで、あの、ゼレンのところをね、前から言ってるように、100兆円を超える債務保障国になってるんですよ。私たち日本人の一人も許可取ってないんですよ。我々の税金なのに、我々の税金で、ね、ゼレンのところの国を支える債務保障国になってるんですよ、日本って。みんな知らないでしょ本当になってるんですよ。 もう100兆円超えてます。だから100兆円を超える借金を我々は背負ってるんですよ。みんな全員。何のためにゼレンのために。ずっと働いてお金返さなきゃいけないの。税金としてね。取り立てられて。ずっと。もうすごい多額だから。恐ろしくないですか知らないって怖いよね。それでゼレンの国を応援してるんだよ。もっとやれ、もっと頑張れとか言って。本当に知らないっていうのは怖い。 心が貧しくなっていきます。物事を平等に冷静に見られなくなっていくんですよ。恐ろしいと思いますよ。それは。うーん、だからね。まあいろんなことはありますよ。気に食わないことだってあるでしょう。生きてればね。まあだからそれを、まあ、北チョンチョンがね、100%悪い国だって決めつけるのは、まあ、偏り以外の何者でもないですそう。本当に冗談じゃなくて。 うん、あのー、その人は北チョンチョンに友達もいないでしょ、きっと。知り合いもいないでしょ、行ったこともないでしょ私はいますからね、ちゃんと。友達がね、何人も。いい人ですよ、すごく。優しい、本当に。で、料理もね、あの、北チョンチョンの料理は、これはあの、人気があるんですよ。うん、だから南側でも北チョンチョン料理って、料理店がいっぱいあって、人気あるんですよ、本当に。で、ツアーで、あの、行けるんですよ、ちゃんと北チョンチョンに。 南側からそういうパック、ツアーパックがあるの。旅行会社の。だからみんなが考えてるように、すさまじく一般市民の方が仲悪いかって言ったらそんなことないんですよ。やっぱりそれはね、上の方の人とか作ったね、あの、揉め事を、睨み合いを起こせば、やっぱり儲かるのはアメちゃんなんですよ。ね。あの、南側にもアイテム売れるでしょ日本にも売れるでしょ だから北チョンチョンと敵対してもらってないと困るんです。アメちゃんは売れないから。わかりますかこれは。で、そうやって仕組まれたものなんですよ。これは。みんなの頭の中、北チョンチョンなんかおかしいって、あの国絶対許せないとか思うのは、ただ仕組まれてるの。コントロールされてるんです。<laughs> まあでも、わかんないね。これ言ってもね、しょうがないね。だけどね。本当なんですよ。まあだから世界を均等に冷静にちゃんと見ていかなきゃいけないんですよ。 ねどこの国が一番おかしいかっていうのが分かってきますよ。もう世界一おかしいのは決まってるけど言えない。ねバンされます。危ないです、最近。最近またね、あの、YouTube だのね、監視がブーブー、ブヒブヒ、うるさくて、あの、やっぱり、こういうことを言ってる番組、のきのみバンされてますね。全部吹っ飛んでますもんね。かなり、ものすごい出てますよ。うーん、恐ろしいです。また、あの、強化されたんですよ。 あの、セキュリティっていうかね、規約っていうか決まりが。だちょっとそれにかすったり触れたりすると、一発バンとか食らっちゃうんですよ。怖いですね。前までもうちょっと緩かったんだけど、あることを言ったらダメだっただけで、あることを言わなきゃ大丈夫だったのに、最近ね、すっごいまた取り締まりが厳しくなってます。これは何か起きる前兆だと思ってます。私は大きいことが起きるんでしょう。大きな出来事が起きる直前の現象ですよ、これは。 ま、言論統制というやつですよね。恐ろしいです。もう始まってるんです。だからそれがね。だからこれはね、あの、こうすればいい、ああすればいいって考えてるだけではなくて、実際に行動を起こして、ちゃんと用意しなければいけないです。備える備蓄の食料とかね、水をどうすべきかとか、どっから手に入れるか、ね、いくらぐらい水を蓄えておけばいいのかとか、燃料はどうするのかとかね。 まあ、いろんなことを考えて、今の環境、今の場所で耐えられるかどうかとか、ね、トイレの問題クリアできているかどうかとかね、お風呂もたまに入りたいけど、お風呂は無理だけど、シャワーぐらい何か、ね、手立てはないだろうかとか、試して実践して繰り返して用意してっていう、でそのサイクルで、あの、ちゃんと準備を完璧なものにしていかないといけないんですよ。で、これ言うと、え、完璧なんかないんじゃないですかっていう人がいるんだけど、あるんです。 それまだだから甘い、完璧までいってないから完璧なんてないって自分に言い聞かせてるだけで、完璧はあります。これで完璧だなっていう状態はあるんです。だそこまでいってないから完璧っていうことを味わえないだけなんです。だとことん用意しないといけないんですよ。自分が納得するまで全部。だこれはまあ問題クリアできないからまあいいやって言ったらもう完璧じゃないでしょ満足感、完璧感ないと思うんですよ。 うん大丈夫かなあの問題。水の問題。どうしてもクリアできないけど、まあ、水はなんとかなるか、なんないです。なんとかなんないから用意してるんです。水の問題なんとかなるか後回しにして、実際大変なことが起きてから、水の問題はクリアできないです。100%。無理ですで。今用意しとかなきゃダメ。全部やっとかなきゃダメ。体験して練習していろいろ。これも頑張んないといけないんですよ。苦しいですよ。大変です。 だから一つずつ備えが、あの、準備ができていくと、まあ嬉しさもありますよ。おすごくいいよって。食料、これは食料は完璧とかね。ありますよ。でも水もそう。ね。お風呂の問題、トイレの問題、ね。エネルギーの問題。全部ちゃんと完璧にしないといけないですね。また完璧に、あのー、もう全部完璧に間に合わないかもしれないけど、完璧に近づくように努力しなきゃいけないんですよ。日々。もうどんどん何かをやっていかなきゃいけないの。絶対 やっていかなきゃいけないです。人間努力です。努力が幸せを運んでくるし、努力が身を結ぶんです。そして努力が自分の未来と大事な人の未来を切り開いていくんです。間違いないです。だから気合入れて努力して、前に進んでいかなければいけないです。頑張りましょう、皆さん。ね。とことん気合を入れて進んでいきましょう。応援しますんでね。頑張っていきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。 チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。